私だってやればできるんだぞ。上海デリバリーでーす。って車掌聞いて驚け。私福祉の施設でお手伝いしてるんだ。今はお使いでお昼ご飯を買いに行ってたんだぞ。ちょっと多めに買ってきたから、車掌も一緒に食べるか。届けに参りました。ご一緒に確認お願いします。小籠包10人前、淡水ガニのブロッコリー炒め10人前、ミニ肉まん10人前、小籠包10人前、オレンジジュース30杯分、春雨とキュウリのサラダが10人前。そこにいるのは車掌？私の口真似は余計だぞ。なんだ、まあ内容によっては答えてやらんこともないが。おっと、先に言っておこう。何しにここへなんて野暮な質問はやめておけよ。今は勤務外で完全なプライベートだ。聞かれても絶対教えてあげないからな。そうだが、なんでそんなことまでわかっちゃうの。何、オーダーミス。嘘だ、そんなはずは。しまった、春巻きと小籠包間違えた。
春巻きって言われたのに間違えちゃったよ。バカにするな。子供じゃないんだぞ。いやー、私秘蔵の変身セットの威力はすごいな。子供たちが大喜びだ。いや、しかし、すっかり汗をかいてしまった。早くお風呂に入りたいぞ。ん？車掌、もしかして、一緒にお風呂に入るのか？ほんとか？ありがとう。じゃあ、私も車掌の背中を流すぞ。おお、あら一個、楽しそうだな。クラクラ、車掌の力加減絶妙だな。何をする車掌。くすぐったいぞ。ダメだって、もう無理だから。ほーら、食事中に席を立ったらいけないんだぞ。早く戻って。おい、私の服で口を拭くな。やあ、車掌、来ていたのか。最近医療器具の開発に忙しくて、なかなかそっちに顔を出せなくてね。でも集中させてもらったおかげで、なんとか成果を上げることができたよ。高性能の義手、義足、義肢、それから視覚や聴覚を補うための装置もある。今日の慰問会でいろいろとお披露目するつもりだ。期待していてくれ。子供たちがどれだけ喜んでくれるか、私も楽しみだよ。早く製品化しろって出資者がとにかくうるさくてね。暇さえあればこうして顔を出して進捗状況を確認しに来るんだ。まったく、上海に言われなくたって、こっちは寝る間も惜しんで動いてるっていうのに。ん？なんだ、上海から何も聞いていないのか？ここでの活動費や莫大な研究開発費を出しているのは、他でもない、あの上海だよ。一人でも多くの子に、一日も早く日常を取り戻してほしい。これが私をせかす時の上海の口癖だ。いた、いたた、もう誰だ、私の髪の毛引っ張ってるのは。なあ、だめ、そこは。車掌、もうすぐ子供たちの合唱が始まるぞ。行かないのか？そのスケッチブックは、あの子の。
住んでいた町が幻夢に襲われて、その時に聴覚を失ったんだ。そう、一人だけ参加できないんだ。姿が見えないから心配になって探しに来たんだが。これは、この絵、ただの落書きかと思ったけど違う。これは立派なアイディアブックだ。見て、車掌、この子の発想どれもすごいんだ。用途によって付け替える義手とか、夢を見るメカニズムを利用して視覚障害の人の脳に直接映像を送れないかとか。いける、これはいけるぞ。どれも将来的に実現する可能性がある。設計図に起こしてペイジに相談してみよう。大変だ、あの子の荷物が消えてる。周囲を調べたところ、どうやら裏門から出て行ったようだ。山の方に向かう足跡が残っていたよ。山を越えたところにあの子のふるさとがあるんだ。そんな、危険すぎる。だってあの子は耳が。いやー、もう何なんだこの雨は。パンツまでぐっしょりだ。社長、何でもいいから何か面白い話をしてくれ。でないとこの雨にやられてくじけそうだ。目が覚めるくらい衝撃的な話がいい。社長、分かったならもう二度と子供扱いするなよ。約束だぞ。ん？あれは。社長、目を覚ましたぞ。気がついたか？痛いところはないか？車掌、ペイジンが持っていけって言ってたあれ、ちょっと貸してみてくれ。今ここで試すんだ。聞こえるか？これは聴覚をサポートする機器だ。何を隠そう、原案はこの私なんだが。どうだ、聞こえるか？そうか、よかった。ペイジンが寝ずに試作を繰り返してやっと完成させたんだ。帰ったらお礼を言わないとな。これからどんどん改良されて、きっともっとクリアに聞こえるようになるはずだ。そうなれば以前と何も変わらない日常を取り戻せる。だからもう、こんな危険な真似するんじゃないぞ。私が望む世界に、あの医療福祉施設は存在しない。いつか必ず必要なくなると、私は本気で信じてるんだ。そのいつかは、多分それほど遠くない。そうそう、お前のスケッチブック、見させてもらったよ。帰ったら詳しく話を聞かせてくれ。私が簡単な設計図を起こすから、ペイジンに見てもらおう。あのスケッチブックが子供たちの世界を変えるかもしれないぞ。さ、そろそろ行こうか。みんなが心配してるからな。はあ、心配するな。お前のことは私がおんぶしてやる。そして車掌が私をおんぶするんだ。どうだ、いい考えだろう。